創業145年、香川県橋本市病院の美食家まいです。意外と知られてない、おしゃれで強くて育てやすい冬の植物をご紹介したいと思います。それがこちらです。ビオラとかパンジー、ハボタンとかストックとかってよく冬といえばっていう感じでよく知られてるんですけど、このスキミアも今の季節ですね、だいたい10月から12月頃に出回る冬のお花になります。これがすごく丈夫で育てやすくて、なおかつおしゃれなお花なので、私はすごい大好きな植物になります。今回スキミアの魅力、そして育て方ともにご紹介したいと思います。このスキミアなんですけど、日本原産のミヤマシキミっていう植物がヨーロッパに渡って、そこで品種改良されて作られた植物です。このスキミアですが、実は種類があって、オス株とメスの株とあります。このお花がつぶつぶの今つぼみの状態なんですけど、こうやってお花がつく株がオス株です。でもう一個赤い実をつけるメスの株もあるんですけど、そちらはなかなか出回ってないので、私もあんまり見たことがないんですけど、こちらのお花が咲くのがすごい華やかで、今からのシーズンにも楽しめるので、今日はこちらをご紹介していきたいと思います。まずこのスキミアの魅力をお伝えしたいと思います。まず一つ目に、一年中緑があるっていうことです。この葉っぱなんですけど、今花もついてるんですけど、この葉っぱが常緑樹といって、冬場でも落葉せずに緑が残ります。もう一つ、観賞期間がすごく長いということです。だいたい10月頃から出回り始めて、これがつぼみの状態ですね。このままずっと年を越して長くこの状態でいるんですけど、温度が上がってくるとこのつぼみが開花して、小さな可愛いお花が咲いてきます。それがだいたい4月頃まで楽しめるので、半年以上もお花を楽しむことができます。グリーンは1年中なので、お花が終わった後もグリーンとして楽しめるので、観賞時期は1年中と言ってもいいかもしれません。管理がものすごく楽ということがあります。生育もゆっくりなので、成長しすぎるっていう心配がないので、剪定の必要もほとんどないですし、花が終わった時も勝手にポロッと落ちてくれるので、花がら摘みをするっていう手間もいらない、スーパーローメンテナンス植物です。あともう一個は、日陰で大活躍してくれるっていう点でもおすすめです。日が当たらないのでお花が置けないっていうお声をたまに聞くんですけど、このスキミアは全く当たらんかったらやっぱりちょっとお花がつきにくいんですけど、半日陰、北向きとか軒下でもお花をつけてくれる植物です。続いて育て方に行きたいと思います。育て方ですが、半日陰、午前中ちょっと柔らかい日が当たる場所が一番いいかと思います。水はけのいいところですね。で育ててあげてください。土の状態なんですけど、弱酸性土壌を好みます。日本の土壌っていうのは弱酸性のものが多いので、そんなに気にしなくてもいいんですけど、苦土石灰って言って石灰類を混ぜてる土とか、あとコンクリートはアルカリ性によりやすいと言われてるので、そういった土やアルカリ性によりそうなところであれば、鹿沼土などを混ぜて弱酸性にしてあげるといいかと思います。あと、きつい直射日光が苦手です。なので真夏のガンガンの日に当たるとちょっと株が弱ったり枯れてしまうこともあるので、ガンガンの直射日光は避けてあげてください。あともう一点ですね、肥料があまりいりません。肥料をあげすぎると逆に肥料焼けといって、肥料に負けて枯れてしまうことがありますので、肥料をやる際も年に1回ぐらいでいいかと思います。今まで育ってたけど枯れてしまったっていう方の原因としては、先ほども言いましたが、肥料焼けや強い日や暑さによるもの、あとは水切れ、水のやりすぎなどによってちょっと株が傷んでしまうことがありますので、水はけがいいところで半日陰で育ててあげてください。最後に私のおすすめの飾り方と寄せ植えをご紹介して終わりたいと思います。はい、寄せ植えでしたらこんな感じで白グリーンで合わせるのもいいかと思います。赤っぽいスキミアを使うんでしたら、よりクリスマス
ぽくなるので、こんな感じで赤白で作っていただくのもこれからの季節におすすめです。今から冬の季節はそんなに日光が照りつける日も少ないかと思いますので、日当たりが大好きなこういうストックとかイベリス、ハボタンなどと一緒に植えるのもいいですし、同じように半日陰の植物ですね、こういうクリスマスローズと一緒に寄せ植えしてあげるのもおすすめです。続いて私のおすすめのスキミアの飾り方をご紹介します。 GO！ こんな感じでスキミア大株も取り扱っとるとこ少ないかもしれないですけど、こういう大きい株も販売しているので、大きい株でしたら玄関前とかにシンメトリーでこんな感じで飾っていただくのもおすすめです。こちらはグリーンのスキミアを使ってシンプルにちょっと清楚な感じで飾っております。春には白いお花が咲いてきますので、白グリーンでまた違った表情が出ておしゃれだと思います。続いて赤のスキミアも見てみましょう。こんな感じでこちらもシンメトリーに赤いスキミアを飾ってみました。寄せ植えもちょっと赤っぽくして、寄せ植えの赤とスキミアの赤でリンクさせてみました。こんな感じで飾っていただくのもおすすめです。この強くておしゃれで丈夫なスキミア、知らない方も多いと思いますので、ちょっとみんなに教えてあげながら春まで楽しみましょう。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。